皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。今日もこの裁かれるべき罪を探る世界で生き残るために頑張っていこう。はいはい、用務村民。それにカリナさん、出来たてほやほや、わし特製のネズミ肉ドライミートができましたぞ。わい。ち、私も作り置きじゃなく、出来たてを食ってから横にならよかったぜ。ふっひ、やっぱり戦場で物を言うのは新鮮なタンパク質だよね。わしとカリナさんはまたこちらのネズミ用トラップに、ゆうべ用務村民が持ってこられた肥料をお仕掛けしておきます。用務、先に食べてていいよ。し、了解了解。そんじゃあ、お先にお腹を満たさせてもらうぜ。さあさあ、カリナさん、以前に一度、このわし自身がエキゾチックなお手本をお見せしましたが、どうです?上手にできますかな?ふふん、簡単簡単。はい、オッケー。最後にピュアな愛情を込めて。ははん、こいこいミッキー、ミートラップにしてやるぜ。なんか、カリナちゃんがどんどん霊夢に似てくるね。うむ、良くない傾向かもしれんなぜどす?今回ではもう少し、高倫理観的なあれ、そう、博愛精神的なあれを、お茶の間の村民一同、その脳に、がっつり焼き付けられるような、そんなハートフルエピソード回を目指していっか。いつも通りってことだね。ふう、ようやくお腹も人心地ついたって感じですな。これでしばらくは大丈夫だね。ああ、今日がここ、ボゴレンに来てから12日目になるが、以降は基本的に2日に1回ペース、偶数日お飯の日にして、そのペースを保ちつつ終戦まで乗り切っていくとしよう。あいあい、もっと食料備蓄に余裕ができれば、毎日食べたいところだけどね。それでは、もう少し当シェルターの冷蔵庫、その在庫に潤いを与えるためにも、ドブネズミさんを引っ捕らえるための檻、小動物さん用の罠をもう一個、追加で設置していきますぞ。資材を切ったり組み立てたりは、さすがにまだカリナちゃんには危ないからね。小学校高学年くらいになったなら、改めてこのわしの手際を思い出してくださりませ。その小動物用罠、マジですこぶる優秀なんだが、このシェルター内にいるネズミの頭数を考えるに、おそらく設置できて最大2個といったところでしょうな。ぶっちゃけあれでしかないけどね。ちょうど昨日の車庫で、2個餌になる肥料を見つけてたから。はいはい、今度はこのわしが設置しておきましょう。カリナさん、わしがお仕掛けした罠と、カリナさんがお仕掛けした罠、どちらが先にミッキーを捕まえられるか、一勝負といきましょう。受けて立つ。おげ、ようやく疲れが取れたぜ。寝ぼすけさんだね。朝から寝て、もう夕方の6時前だぜ。村長、疲労度レベルが通常の疲れているの一段上、とても疲れている状態でしたからな。うむ、前回にフランコと話し込んで、寝るタイミングを逃した影響が地味に響いているな。おかげで今日は私が眠りっぱぐれ決まったぜ。そろそろベッドも、共用じゃなく一人に一個くらいは欲しいところだね。まあ一人一個とは言わずとも、怪我人や病人が出た時用に複数台は欲しいな。今日は私がスカベンジに行くんで、その時にでもベッドの材料を調達してきてこよう。ん?あれ?こんなもの。いつの間にわしらのシェルターに。ああ、それ、確かスーパーマーケットにあった。ああ、壊れた散弾銃だ。懐かしのポンプ式だぜ。すでにある軍用ライフルと違い、近中距離の敵さんに非常に強力な一撃を与えられる武器ですな。こちら、重心がぽっきり折れてしまっておりますが。ふし、これくらいなら今ある材料でパパッと直せそうだぜ。どうします?村長、お直しするのなら、このわしが。いや、寝起きの頭を再起動するのにちょうどいいぜ。私が手ずから修理するんで、霊夢、お前はソファーにでも座りながら、カリナの相手をしていてくれ。あ、あいあい。し、村長、大丈夫?何がだ?銃を撃つのもそうだけど、修理するのも久々でしょ。なんならこの用務ちゃんがやってやるぜ。ふん。あんまり私を舐めるもんじゃないぜ。我、伊達にここまで生きてきたわけにあらず、シャッターの一丁や二丁、寝起きまぶたをこすりつつ完璧に修理してみせよう。ショットガン、かっこいいな。ねえ、マリサ、私も手伝う。ダメだ、触るな。キー?カリナ、壊れているか否かに関わらず、私の許可なく、絶対に銃に触るんじゃない。武器の類は私が管理しておくよ。いや、ヨウム?カリナちゃん。今更だけど、銃はとっても危ないんだぜ。暴発でもしたら、取り返しのつかないことになるからね。カリナさん、さあ、もう夜ですぞ。ね、ヨウム。この抱き心地に定評のあるわしもすぐに行きますので、先にベッドにお入りしまっていてくださりませ。うん、おやすみ、カリナちゃん。最近寒くなってきたからな、腹を冷やさないようにしろよ。おやすみ。村長、カリナさん、もう寝息を立てておられ申した。うむ、そうか。慣れない手伝いをさせたからな、きっと疲れていたんだろうぜ。はぁ、嫌われたかな。だがしかし、線引きはしとかんとな。疲れようが嫌われようが、ダメなもんはダメなのだ。
ですな。それで、村長、本日のスカベンジ、その目的地は一体いずこに？ああ、ちょうどショットガンの修理も完了したし、試し撃ちができそうな場所、この私を気持ちよくさせてくれそうなプレイスを選びたいところなんだが。村長村長、ここは、こちらは、全勝部隊駐屯地だな。です。政府軍か反乱軍か、どっちかはわからないけど、不死、ここなら戦う相手には困らなさそうだぜ。それに、制圧すればかなりの物資をゲットできるんじゃないの？パスで。忘れちゃいけないが、私はか弱い一般人だよ。複数人の、しかも飢えた屈強な軍人どもに囲まれれば、そらもう。何にもされないと思う。わしならば話は別でしょうけどな。それに、そこはどうやら取引可能な場所のようだしな。仮に攻めるにしても、もう少し準備をしてからになるだろうぜ。じゃあ、本当に、今夜はいずこに探索に？うむ。いろいろロケーション情報を読んでいく中で、目についちゃったのがここ、セントマリー教会。教会ですか。事前情報を読むと、ボーレンの街で唯一の教会みたい。オレクって名前をした牧師さんがいるんだって。もしかして、前回にカリナさんがおっしゃられていた神父様って、こちらのオレクさんのことなんじゃ。おそらくな。まあ、厳密には牧師と神父ってのは同一視できるもんじゃないらしいが、ここがボーレンでただ一つの教会である以上、可能性は高いだろう。慰めるつもりだったのかしらんが、子供に死んだ親が生き返るなんてよまいごと吹き上がったその面、一度この目で見て、私も話を聞いておきたい。ショットガンを突きつけながら、危険度レベルは最高の、非常に危険、の一個下。危険性あり、だね。問答無用では撃たれない？ということです？どうかな。なんとも言えんが、どうやら瓦礫が多数あるようなんで、近接武器として、ナイフじゃなく用具のショベルを借りてくぜ。いいけど、壊さないでよね。ショットガンとショベル。なんだか、少しアンバランスというか、なんともかんとも。若干の芋臭さは否めんがな。いいじゃん、ゲリラっぽさは出ているぜ。弾丸も、防衛用に拠点に10発は残しておくんで、もしもの時には軍用ライフルと拳銃。容赦なくぶっ放して、こそったれ襲撃者どもに、我らの拠点を襲うことの愚かしさを教えてやるようにな。あいあいさ。ここが、九段の教会か。ボーレン市内の子供はよく親に連れられて、この場所に来るんだそうだ。この足場、教会の正門は、内側から固く塞がれているが、それをロケランか爆薬で持って、無理やりに吹っ飛ばしてから、侵入口として設置したって感じだぜ。ああ、まだ間に合う。悔い改めるのだ。はは、牧師さんよ。俺があんたを天国に送ってやるぜ。ああ、神よ。ん？この耳に残る乾いた音の反響。この場所、セントマリー教会は、戦時下のボーレンにおいて一種のセーフゾーンとして、牧師オレクのもと、負傷して身寄りのない戦争被災者を受け入れるキャンプ地としての役割を果たしていたらしい。噂じゃ武器らしい武器を持たず、周囲の信徒たちの寄付と、交渉での物々交換でもって物資や生活用品を調達していたらしいが、やれやれだ。最近になって、出所不明の武装集団に占拠されたって話、スカベンジの帰りに出くわした他のサバイバーから聞いていたが、どうやら、戦火の災いってのは、崇高な精神や、敬虔な信仰心じゃ追い払うことができなかったようだぜ。まあ、こうか、毒がやたらめったら教会を壊してくれたおかげで、貴重な機械部品や電化部品を建物の瓦礫から掘り出すことができるわけだが。ははなんだ、私にとっちゃ、むしろこの状況はプラスなのか、教会が毒に荒らされてなけりゃ、こうして堂々と物資を集めることも難しかったかもしれんしな。いいな。この空気、とても懐かしい。それに、とても心地いい。スキップしたい気分だ。ふーん、遊びすぎだぜ。むむ、どこかに弾薬が落ちているはず。おお、見つけた。へへ、牧師を殺すのに手間取ったぜ。やろう、撃つ度胸もないくせに。こんなショットガンなんぞで脅してきやがって、銃は脅しの道具じゃねえっての。それで、牧師をどうしたんだ？はは、俺がショットガンの撃ち方を、あの牧師の硬い頭に直接教え込んでやったのさ。そうかい。私にも教えてくれ。はずは。落ちたか。やはり、はしごで移動している時は無防備になるようだ。よしよし、まだ首の皮一枚で生き残ってるな。誰か、聞いてくれ、敵だ、まだ生き残りがいるぞ。そうだ、歌え、高らかに。私のために聖歌を奏でろ。おい、どうした？上だ。上に悪魔が、何？卑怯者め、どこへ行きやがった？後ろだ。うわ、ああ。さて、これで二人か。教会の前にあったあの足場、あれだけの規模のものを突貫工事でこしらえた賊が、たった二人だけとは思えん。まだ、賊の残りがいる気がするが。誰か。
お願いだ、神様、助けて。ふむ、このオルゴールも、もうダメだな。一発目の銃声。それに、仲間の悲鳴、聞こえていないのか。あるいは、聞こえているが、警戒して近寄ってこんのか。まあ、どちらにせよ。時間的にそろそろからんとな。なんで?ふむ、なるほど、ハイドポイントに隠れた状態で、かつ近接武器を構えている場合、気づかずに接近してきた敵に対して、こうして格殺攻撃、すなわち、ミンコロアタックが可能なわけか。やめてくれ。なんだお前、まだいたのか。もう、立っているのがやっとなんだ、歯向かわない。だから、殺さないでくれ。その割には牧師を殺して奪ったショットガンは手放さんのだな。渡す、銃弾も、すべてあんたに渡すよ。別に渡してもらわなくて結構。なあ、天国って、あると思うか。は?仮に天国があったとして、そこに自分の席はあると思うか。あんた、何を、じゃあ。同じさ。私もお前も、敵の装備は剥ぎ取るものだ。渡されるもんじゃないんだよな。ここにいる連中は皆殺しにする。これは決定事項である。まあ、とは言っても、今の私はか弱すぎる一般人、素手のまま無策で突っ込めば、アホのようにほふられて終わるだろう。今夜のスカベンジタイムはあと1時間ちょいで終わりか。できりゃもう一匹くらい、族の掃除をして、次の夜に繋げていきたいところだぜ。世界最高の犬、ロッチー。ここに眠る。犬の墓か。ピッチー、ここは、中庭か。でもって、その中庭を挟んだ教会の隣は、どうやら居住用の住居らしいな。二人目の敵は、こっちの方角から走ってきていた。おぉ。あの赤い円で示される足音、やはり、まだ残っていたか、ゴミが。ふん、タバコ休憩。あれ、見張り役だったあいつ、どこ行きやがった。ったくよ。持ち場のここから離れるなって、お口酸っぱくしていったってのによ。ふむ、あの二階にいるあいつ、巣穴から出てこんな。どれ、ちょいとつついてみるか。こうして近くで大きく足音を鳴らしてやれば。誰かいるのか?確認しに行こう。こんな感じで、敵を釣り出すことができるようだ。あれ?いない?気のせいですか?いやあ、私だ。もう少し近づいてくれれば楽に死なせてやれたんだがな。あのクズを山が。やれやれ。我ながら欲が出すぎたぜ。こりゃ時間内に我がシェルターに戻るのは無理か。死んでる。あの野郎。なんだ、すぐ近くにもう一匹いたのかい。日の出までに帰れないのは途中で覚悟していたが、しまったな。どうせ帰れねえなら、あいつもついでにやっちまえばよかったぜ。おおお、こりゃあまた、派手にやってるもんだなおい。日の出の時間は過ぎてるってのに、立ち上る噴煙のせいで、まるでまだ夜中のようだぜ。おお。見ているな、この狙いの鋭さ、教会にいた三下どもとは違う。軍属の狙撃兵か、このまま一直線に帰ると、我らのシェルターを特定される恐れがあるな。どれ?少し時間はかかるが、適当に巻きつつ、遠回りして帰るとしよう。カリナちゃん、大丈夫だってばさ。ですです、うちの村長は、体中穴だらけにされても死なない口ないへこまないタイプのおまんじゅう。心配しなくても、そのうち戻ってくるからさ、ブランコで遊んで待っていようぜ。いやだ、マリサを迎えに行くんだ。カリナさんを行かせたとあっては、わしらが村長に殺されますぞ。いやだったらいやだ、探さないと、また帰ってこなくなるんだ。やれやれ。誰に似たのか、なかなかの頑固さだね。じゃあ、カリナちゃん、私がこれから出す早口言葉10問、全部答えられたら、村長を探しに行ってもいいぜ。バッチコイ。ブグバグブグバグ3ブグバグ、合わせてブグバグ6ブグバグ。バグ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 、バグ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 、わーん。なんだ、村長。マリサ。ふし、ほらね、だから言ったじゃん、大丈夫だってさ。それでは、教会強盗殲滅戦、その前半を、延長しつつもなんとかかんとか切り抜け、数時間遅れで無事シェルターに帰り着いた私の様子を映しつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ってあれ?その前に、何か言うこと?あるんじゃないんですかね?すまん。心配かけた。じゃあ改めて。ご視聴ありがとうございました。またねー。